もうカビのクラッカーはいらねえんだよ。水、水。オアシスメーカー。こんな囚人生活からは一刻も早く逃げ出したいのに。ゴソ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 。取引しましょう。これは。出ろ、お前たち。朝の特訓の時間だ。今日も東のオアシスまで行進する。喉がカラカラなんだぞ、カリウム。道長は本当にどうしてしまったんだ。Bro, I didn't have no cereal in this bowl. あ、カリムのやつ、医者にでも見てもらった方がいいんじゃねえか。あっちは寮長であるリドルのユニーク魔法が怖くて誰も逆らえなかったんだろう。はいけど、あ、見ろ、ついに床に穴を開けることができたんだぞ。そんなにでかくは開けられなかったけど、頭が通れば大体の穴は通れるって勝負が決まってるんだぞ。俺様が先に出て引っ張ってやる。よし、脱出作戦開始なんだぞ。なんだ今の地響きのような音は。大物寮生たちの部屋の方だ。脱走者だ。おえー、絨毯の上に乗り込むんだぞ。脱走したばかりか盗みまで。寮長にバレたら僕たちどんな目に遭うか。あゆっ、カリムは隅っこについてる。うわっ、急に回転しだしたんだぞ。お前出るぞ。こんな深夜にどんなお客様がいらっしゃったのかと思えば。なんだ、つまんねえの。それじゃあここはオクタビネル。カリムさん所有の魔法の絨毯によく似ていますが。もう逃げられないぞ、ヌスットどもめ。I'm in danger. 君たち、こんな深夜に一体何の騒ぎです。には関係ないことだ。おとなしくそこの二人を引き渡してもらおうか。よく見れば床に転がって震えているのは監督生さんとグリムさんじゃありませんか。あまりに小汚いので雑巾かと思いましたよ。モストロラウンジではいかなる揉め事も認めません。ここは紳士の社交場ですから。オンボロ寮のお二人には今の戦いで傷ついた机や椅子の修繕費および巻き込まれた僕らの労働費を支払っていただきたいのですが。では力になって差し上げなくては。失敬な、僕は前回の一件で自分の欲深さを反省し心を入れ替えたんです。今スカラビアが危機に瀕し、クラスメートが助けを求めている。そんな一大事無視することはできません。ほほう、僕たちも明日からスカラビアへお邪魔しようじゃありませんか。アズールに任せておけばきっと楽しいホリデーになりますよ。